広げて右手の人差し真ん中の手の部分に持ち方持ち方にキーキーさんでわかります。練習の最速に自分で投げるのが方法は下という基本です。左手の上を見ていただくと建物が見えてきまして、小屋の流氷創業80年のレベルです。
後は見投げてくれるので見てください。ベテランですからね。もう
早くやってほしいな。
席が出ます。それが妙手の近くをね、流れてきてる感じなのでね。この内側もね、今年のお盆の時に、やはり増水する感じで、今、何百キロも遅れてますが、増水する、あの、お盆のね、増水する前は、いかがなくてきます。アルコール、ジュース3種類のアルコールです。
出しちゃダメですよ。引っ込めたままの状態です。お願いします。はい。いらっしゃいませ。お値段はですね、お高さビールが400円、ジュースが200円、ノンアルコールビールが300円です。ジュースは、結構冷えとるな。しっかり冷やしたらこれ入れて。これ京都。ちょうどこんな方。こんなないよ。あったけど、あったのよ。おでんとかお飲み物とか。よしですか。はい、そうそう、お待ちください。寒かったからおでん食べて。それでは、剣道さんです。皆さん、見てください。投げるよ。そう、猫がね、いっぱいいるの。あ、そう。
でもね、魚が3種類いるそうです。で、右手の方を見るとカリガモがいてね、そうです。この時間はですね、電車
ることができます。まあ本数少ないっていうのもありますけどもね。で逆に天竜町から飯田辰野間ですと1時間から2時間1本かけて出てきます。で今日はですね天竜川を下っていただいているのでこの辺りで天竜下ればーっていう歌があるんですけども歌わせていただきます。強くなってるので、ね、
猫たちを呼んでます。太郎くん。
はもう分かった。ちょっと待って。